よし、ではやっていきましょうか。今実際ウォーキングとかってされてますか？してないです。これからしようかなみたいな。でその先に走ってみてもいいかなみたいな感じもあったりなかったり？ありますか？あの、自分ランニングのコーチをやってるんですけど、ランニング始めようと思ってるんですけど、私体力が今のところないので、まずウォーキングから始めてみようかなみたいな方って結構いるんですけど、これでランニングで始められますかねって相談を受けた時に、もうバッサリとウォーキングの先にランニングはありませんといつも切ってます。なんでかというと、そもそもウォーキングとランニングって全く動きが違うんですよね。後で調べていただくと分かると思うんですけど、筋肉とかで調べるとなんか上から3つぐらいがウォーキングでは筋肉は育ちませんって書いてあるんですよ。結構そういう情報があるんですよね。だからウォーキングをいくらやっても実は筋肉って育たないんですよね。ただまあウォーキングはウォーキングでこの景色を見ることでリラックス効果があったりとか、夏前に夏に強い体ができたりとか、冬前になんか寒さに強い体ができるとかっていうメリットはあるんですけど、筋肉の面でいくとウォーキングって実はあんまり筋肉が育たないんで、ウォーキングを一生懸命頑張った先に実はランニングがなかったり、その先にダイエットがなかったりするわけですよ。なので今日はウォーキングをするんだけど、どうせやるんだったらこの先ランニングにすることもできそうだなとか、筋肉量がもう増えるウォーキングのやり方みたいな、お話をしていきたいなと思ってます。でまず最初に、ウォーキングとランニングの違いのお話からしていきます。その後今までやっていた筋肉が育たない割とお散歩寄りのウォーキングからランニングに近づける、ウォーキングですよ、ウォーキングなんですけど、ランニングの要素が入ったウォーキングってこうやりましょうみたいなお話をしていきたいと思いますけど、あの、今やったストレッチなんですけど、よくある運動する前のストレッチ、なんかアキレス腱をこうやってじーっと伸ばしたりとか、まあ、木を伸ばしたりとかいろいろあると思うんですけど、今のストレッチ何やったかというと、関節をとにかく動かしたんですよね。伸脚の深いやつとかって股関節をこうやって動かしたんですけど、この辺の機能って普段の生活でなかなか使うことないんで、ちょっと低下するんですよね。でその低下した状態で運動するから怪我をしてしまったり、そもそもなんか運動しにくい、足が上がりにくいとかってなってしまうので、動く前って結構伸ばすストレッチよりも関節を動かす系のストレッチの方が良かったりするので、あのぜひ今やった、あの1泊で屈伸するとか、深い伸脚を2泊でやるとか、まあ、1泊でできるようにしとくぐらい の, あの気持ちで、あの関節を動かしてあげると運動しやすい体ができてくると思うので、ぜひあの今の体操を続けてやってみてください。では、まず、ウォーキングとランニングの違いのお話からしていきたいと思います。違うところ3つあります。まず1つ目、姿勢です。歩く時の姿勢と、走る時の姿勢は、全然違います。じゃあまずウォーキングの姿勢からいきたいと思います。あそこまで歩きましょうか。あの特に何も意識しなくていいので、いきます、よーいスタート。いい感じです。すごく上手にいつも通りができてました。今あの何も意識しないで歩いていただいたんですけど、歩くときってどういう歩いているかというと、まあ、この姿勢というかポジションですね、気をつけをしてまっすぐ立って電車を待っている時のイメージ、電車じゃなくてもいいんですけど、何かをこうやって待っている、待ち合わせで待っている時でもいいですし、その時のイメージの立ちポジションって、おそらく今皆さん、全員かかとに体重が乗っているポジションにいると思うんですよ。このかかとに体重が乗っているポジションってエネルギーの方向でいくとどういうポジションかというと、若干後ろに倒れている、もしくはその場にいる真下のポジション、だから後ろに向かってエネルギーがかかっているか真下にいるかのポジションなんです。これがウォーキングの時の体の、まあ、姿勢というかポジションなんですよね。要は前に行くエネルギーじゃなくてその場にいようとする、もっと言うと若干後傾しているというのがウォーキングです。だから歩く時に少し今のその皆さんが今立っているポジションよりも若干ちょっと後ろに倒れながら歩いているような感じなんですね。歩く時って少し体を後ろに倒しながら、で早歩きする時にちょっとこうやって後ろに倒してた方が結構早歩きしやすかったりするんです。ランニングで一番やってはいけない、ポジションの取り方ってそのポジションなんですよ。要は普段立っているようなポジションのまま、なんならちょっと後ろに倒れた姿勢のまま走っちゃう。どんな感じかというと、ウォーキングってちょっと後ろにこう倒れながら歩いてますよね。このままこう走る感じ、立っちゃってる人よくいないですか？こういう感じで走
ってる人、これ一番やっちゃいけなくて、だからウォーキングで体力をつけようというふうにやると体を後傾させながら前に移動するという癖がついちゃうんですよね。でその流れでランニングをしようとするとランニングで一番やってはいけない後傾したまま走るっていう風になってしまうので、ウォーキングの先にランニングはないですという、これがまず一つ目の違いです。じゃあランニングのポジションってどこのポジションかというと、まっすぐ立って、腰骨の位置と肩の位置を、これが腰骨でこれが肩だとしたら、この2つの位置を肩だけ前に行っちゃうとか腰骨だけ前に行っちゃうとかそうならないように、肩と腰骨をまっすぐそのまま1センチか2センチ前に出してみてください。ちょっとだけ。そうすると、土踏まずのあたり、もしくは、もうちょい前にこうすると体重がつま先にグッと乗ってくると思います。このポジションがランニングの時のポジションなんです。この差結構大きいです。要は今ってどうなってるかというと、上半身のエネルギーがこっちに今前に向かってるんですよね。ウォーキングのポジションって基本的にはちょっと後ろにあるポジションなので、たった1センチか2センチぐらいの差なんですけど、ここで動くのかここで動くのかで結構大きな差が生まれます。まず1つ目の、ランニングとウォーキングの差は、立っている時のポジションが違う。前に行くポジションで動いているのがランニングで、後傾もしくはその場にいようとするポジションで動いているのがウォーキングです。この違いがまず1つ目です。次は2つ目、足の動かし方の話をします。さっきのところまで早歩きで歩いていきます。でまた戻ってきてください。いきます。よーい、スタート。早歩きです。さっきポジションの話したから若干ポジションがこうやって前にこうやって乗ってた感じがしますね。今皆さん早歩きした時に足ってどういう風に使ってたかなんとなく覚えてますか？そうです、歩く時って足をこうやって前に振り出してるんですよね。前に足がついたら今度反対足を振り出して、また反対足を振り出して、足を前後に振ろうとしてるんです、歩く時って。これがウォーキングの足の動かし方です。足を前後に振る。じゃあランニングはどうやって足を動かすかというと、足を上下に動かす、これがランニングです。前後に動かすのと上下に動かすのどっちが楽かというと、前後に動かすのってめちゃくちゃ楽なんですよ。ちょっと試しにその場で、軽くでいいのでこうやって足をブラブラーっと脱力させて、別に触れますよね。じゃあ今度右足だけをこうやって上下に上下に上下上下、ちょっとしばらく上げてみてください。もうちょい続けてくださいね。なんとなく分かってきました。ありがとうございます。この辺きつくないですか？なんかこの辺きついですよね。ウォーキングの足をこうやって前後に動かす動かし方は楽で、ランニングの足を上下に動かすのってきついんですよ。だからいくら歩いててもランニングの動作の練習にはなってないんです。ランニングに必要な筋肉がつかないんですよ。だから足の動かし方の違いから見てもウォーキングの先に、ランニングはないんです。ただ歩くだけのことをしててもいつまでたってもランニングには近づかないんです。ただ長く歩けるようになるだけなんです。もう本当その先にはランニングがないんです。それが目的だったら別に何の問題もないんですけど、もしその先にちょっと走ってみようかなとかがあったとしたら、その先にはないので、今のままのウォーキングを続けててもランニングにはいつまでたっても届かないです。で最後もう一つ、ウォーキングとランニングの違い、着地の衝撃があるかないかです。これが一番大きな違いだと思います。競歩って種目あるじゃないですか。こうやってこうやってあるけど、コース上に審判がいるんですよ。チェックしてるんです。で2つのところを見てて、この2つの、どちらかの違反を3回やったら失格になるんですよ。でこの2つの違反って何かというと、まず1つ目がこうやって着地足、地面についてる足が曲がっちゃいけないんです。地面についてる足がこうなってたらファールなんですよ。こう抜けなきゃいけない。だからこういう感じのなんかくねくねした歩き方になる。もう1つがどっちかの足が地面についてなきゃいけないんです。空中にいる時間があっちゃいけないんです。空中にいる時間があると要はランニングとみなされちゃうんです。だからランニングとウォーキングの違いって、空中にいる時間があるものとないものなんですね。でランニングって空中にいる時間があるんで、ということは地面から離れます、その後って地面につきますよね。この時の着地の衝撃がランニングには発生するんです。ウォーキングはそれがないんですよ。そのランニングで起こる着地の衝撃って体重の3倍から4倍って言われてるんですよ。
ちょっと頭の中で計算してみるとすごい数字が出ますよね。これ一歩一歩かかってるんですよ。だから、150キロとか200キロの衝撃が一歩一歩かかるんですよ。だから怪我するんです。で、ウォーキングはそれがないんで、だからいつまでも歩いていられるんです。だからウォーキングしてても着地の衝撃に強い体ができないんで、だから、ウォーキングからランニングに切り替えた途端に着地の衝撃に体が耐えれなくて、怪我をしてしまう。膝が痛くなってしまう、腰が痛くなってしまうってなります。じゃあどれだけ今のところ着地の衝撃に体が弱いかっていうのをちょっとチェックしてみましょう。ちょっときついことやります。最近ジャンプしました？してないですか？ジャンプしてないですか？ジャンプじゃあ10回やってみましょう。10回いける方は一番下までしゃがんで飛ぶ、下までしゃがんで飛ぶ、こういう感じで。でもしきつかったらちょっとでもいいです。でもちゃんと離陸してくださいそこはちゃんとジャッジしますから。でこの人数だったら全員チェックできるんで、50人ぐらいいたらごまかせますけど。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もうこの辺ガクガクじゃないですか。ガクガクですよね。要は今10回ジャンプですよね。2時間歩いてもこんなにガクガクにならないと思うんですよ。だから2時間のウォーキングと10回のジャンプ、どっちがランニングにいいかって言ったら10回のジャンプの方がいいんですよ。結構今のジャンプ衝撃的じゃないですか。小さい頃何回も何度もやったし、公園で走り回って飛び回ってしてたのに、今たった10回でもうここバクバクしてるし、ここなんかちょっとやばいしみたいな感じじゃないですか。この着地の衝撃を甘く見てしまっている人が結構多くて、なんか信号点滅したら走ったり、電車に乗り遅れそうだったら走ったりするじゃないですか、まあ、それぐらいだったら何の問題も起こらないんですよ。ただちょっと今日名城公園行って 1.3 キロのコース、まあのんびり一周走ったり歩いたりしてみようかなみたいなぐらいの距離になると、ちょっといろいろ問題が発生するわけなんです。だからウォーキングからランニングに移動させるときに、今のウォーキングじゃなくてちょっとランニングの要素を取り入れたウォーキングをやって、ここで体を作ってからランニングをするというのが、これができれば怪我しないんですよね。だからランニングの要素が入ったウォーキング、これをやりましょうを今からやっていきたいと思います。ここまで大丈夫ですか？でちょっとお水取って少し休憩してから次に行きたいと。ウォーキングを近づけるための練習方法を今からやっていきたいと思います。でまずランニングは前傾姿勢、ウォーキングは後傾、このポジションの違い分かりますよね。なのでちょっと前傾姿勢のポジションで歩いてください。歩く前につま先に体重が乗って、なんかもう前に行きたくなるポジションを取ってください。でもう一つウォーキングとランニングの姿勢の違いがあって、ランニングってこうやって普段生活しているこの目線あるじゃないですか、見えてる。これよりも若干高いポジションで走った方が楽なんですよ。普段こうやって見てるこの目線よりも5センチぐらい、もっと言うと10センチぐらい身長が高くなったつもりで走る。これがランニングです。イメージで言うと、もし今日ここに松潤が嵐の大野くんでもいいんですけど、嵐の誰かがここにいたとするじゃないですか。そうするとわーって群がりますよね。でも見たいじゃないですか。そういう時ってどうしますか？こうやってやるじゃないですか。そのイメージで歩いてください。皆さんの目の前に、松潤がいます。なんかあれどこかなみたいな、こういう感じ。要は覗き込む感じですよね。なんか障害物があって、その先に何かがあって、高い位置から何かを覗き込むような感じで歩く。そうすると体も前に行くし、ポジションも高い位置取れるんです。だから高い位置から何かを覗き込むような感じ、こういう歩き方。普段のウォーキングって多分ダラーっとこうなってると思うんですね。こう歩くのとこう歩くのちょっと違うと思います。高い位置から覗き込むような感じ。いますね、マスジュンが。薄めでこうやってみればなんか見えるかもしれないけど、いや、いきます。高い位置から覗き込むような感じ。若干ポジションもちょっと前に。そう。見えてますね、松潤がちゃんと。そうですね、この辺伸びる感じありますよね。で、今この辺が伸びる感じがあるって言ったじゃないですか。ドローインって聞いたことないですか？なんか伸ばすドローインっていう
技があるんですけど、それがまさに今ので、この辺がぐーっと伸びる感じ、今の歩き方と最初のこの歩き方でそのまま走り出すとどれだけ違うかっていうのをちょっとやってみましょうか。何も意識しないウォーキングから走り出すとこうなるんですよ。エアマツ順でやるとこうやっていっててそのまま走り出すんで、なんかちょっとかっこよくないですか、こっちの方が。これ全然違うんですよ。だからこの癖がついちゃってる人か、松潤の癖がついてる人かで全然違う。だから常に移動するときはエア松潤で行ってください。じゃあまず行きはダラットウォークから走ってください。で帰りは松潤ウォークから走ってください。この辺からちょっと走り出してみてください。あーいいね、なんかベチャベチャしてますね。マスジュウォークから上半身そのまま走り出してみてください。いきますよ、下そのまま上半身が引っ張られる感じで走り出す。そう、いいですね。なんとなく楽なの分かりますか。これで歩いてれば走り出すときすごく楽です。この癖がついてるかついてないかめちゃくちゃ違うので、だいぶこれでウォーキングからランニングに近づきます。もう一つあります、足ですね。足、ウォーキングの時の足ってどこを動かしているイメージがあるかというと、おそらく末端を動かしていると思うんですよ。要は靴の部分、靴の部分をこうやって前後に動かすような意識があると思うんですよ。末端を動かすからこうやって振り子のようにこうやって動いちゃうんですね。ランニングはとにかく付け根を動かしたいです。とにかくこの根元がこうやって動いてるんです。根元を動かそう、根元を動かそうと、根元から上に向かって上げようと思ってる。末端を動かそうじゃない、末端をこう振るんじゃなくて根元がこうやってクイックイックイと、これナチュラルにです。すごくナチュラルにでいいです。末端をこう振ろうじゃなくて根元をちゃんと動かそう。膝下、末端は全く力抜いていいです。とにかく根元を動かす、根元を動かす。じゃあ分かりやすいように半分ぐらいまで末端をこうやって振ってみようから、途中から根元から動かそう、根元から振るように切り替えていくように。よーい、スタート。いつも通りのウォーキングですね。じゃあその辺からちょっと根元をしっかり動かそうとする。はい、はい、その辺から根元をしっかり動かしていく。おー、いい感じでまとめます。ただのウォーキングからランニングをするためのウォーキングに切り替える2つの方法があります。で1つ目が姿勢ですね。エアーマツ順で上から何かを覗き込むような感じのポジションを取ること、これが1つ目です。2つ目、足、末端を動かす、要はこの靴の部分をこうやって動かす意識じゃなくて、とにかく根元をしっかり動かそう、根元から動かそうというのが、ランニングになります。なのでこの2つを意識してのウォーキングをあそこまで行って戻ってきましょう。いきますよ、スタート。ランニングに近づけたウォーキングで歩きましょう。ランニングの要素が入ったウォーキングです。松潤いますよ。目の前に障害物があってちょっと高い位置取らないとその障害物があって見えないですよ。高い位置からその障害物の上から何かを覗き込んで見るようなイメージですね。でしっかり根元、足根元を動かしましょう。いい感じです。股関節、根元からしっかり足を動かしながら高いポジション、何かを覗き込むイメージです。いいですね、いいですね。このウォーキングだったらこの先にランニングはちょっと今見えてきました。見えてきます。今やったのは、走っている時の感覚にウォーキングを近づけましょうという感覚を近づける話です。この後今からやるのが、とは言ってもウォーキングで育つ筋肉とランニングで育つ筋肉は違うので、ランニングで使う筋肉を育ててなきゃいけないですよね。ランニングの感覚が身についてたとしてもランニングで使う筋肉が育ってないと着地の衝撃とかで、負けて痛めてしまうので、ランニングに必要な筋肉を鍛える、トレーニングを今のウォーキングの中に入れていかなきゃいけないです。ランニングの感覚が育つ、ランニングに必要な筋肉が育つ、この基礎を2ヶ月ぐらいやってから走り出したら絶対走れます。ウォーキングとランニングの違いの一番最後に着地の衝撃があるかないかというお話をしました。でこの着地の衝撃が本当に厄介で、この着地の衝撃に対する免疫力をつけるというのをやっておかないともう一発で怪我します。なのでまずそれをやりたいと思います。1種目目はさっきやったジャンプです。ジャンプ5回やって歩く、ジャンプ4つ
5回やって歩くみたいなのやれば結構着地の衝撃に強い体ができます。もう1種目スクワットです。なんとなくスクワットのイメージでちょっと足を広げてなんかこうやってよいしょよいしょみたいなイメージだと思うんですけど、こんなに足広げて走んないんで、基本的には走るときと同じだいたい拳1個分ないかなぐらいのスタンスで立ってください。ランニングで怪我につながるやってはいけない足の使い方って、つま先、かかと、膝、この3点が一直線上からどこかがずれるっていう、これが結構怪我につながります。例えばかかとと膝がまっすぐのところにいるのにつま先だけずれてる、でそのままこれが膝がこう曲がっていくとねじれが生まれてるんですよ。これ体ってまっすぐこう抜けていくのには結構強いんですけど、ねじれにめちゃくちゃ弱いんです。男性だと割とこうやってつま先が開いちゃう方が結構多かったりします。で女性だとこうやってなんか膝だけ倒れちゃう結構多かったりするので、とにかくまっすぐこの3点が揃っているところに膝、つま先、かかと、これまっすぐのまましゃがんでいってください。これ意外と難しいんですよね。あ、いいですね、 OK です。でもう一つポイントがあります。つま先よりも膝が前に出ちゃダメです。こういう感じ、こうすると膝に体重が乗りすぎてこれで膝痛めちゃうので、鍛えたいのは前のももと後ろのももあたりを鍛えたいです。後ろに椅子があってその椅子に座りに行こうかなってしゃがむとつま先よりも膝前に出なくないですか。で戻る、これがスクワットのやり方です。ちょっといろいろ注意するところが多くて大変なんですけど、もう一個いいですか。さっきの走る時のポジション、かかとに体重が乗っちゃダメですよってお伝えしましたね。なのでできるだけつま先に乗る必要はないです。土踏まずぐらいに体重が乗るポジションで立ってください。土踏まずぐらい、かかとに体重が乗るって後ろ行くとかかとに体重乗りますよね。あんま前行くとつま先に乗りすぎちゃいますよね。そのちょっと真ん中ぐらいに立つと土踏まずに乗れますよね。土踏まずに体重を乗せたまましゃがんでいきます。かかとに体重が乗るとつま先が浮きます。これダメです。で上がります。結構難しいんです。もしやりにくかったらこういう段差とか見つけてかかとを上げます。そうするとやりやすいです。もしお家でやるときはなんか雑誌とかちょっと厚めの雑誌をかかとにかませてやるとかかとに体重が乗りすぎないです。ちょっと前にかけやすくなるのでそれでやってみてください。リズムの取り方なんですけど、ゆっくり、できるだけゆっくり丁寧に沈んで、で素早く戻る。ゆっくり丁寧に沈んで素早く戻る。素早く戻るときによくありがちなのが、ゆっくり沈んで素早く戻ったときにここが折れたままの人結構いる。ちゃんと股関節までしっかり伸ばしてください。極端にさせるとちょっとお腹を少し前に出すぐらいでもいいかなと思います。ゆっくり沈んで素早く。リズムは1、2、1って感じです。いいで戻ってください。行ける方はできるだけ下の方まで行ってください。もしきつかったら浅くても全然大丈夫です。丁寧に、つま先、かかと、膝の位置を意識すること、つま先よりも膝が前に出ないようにすること、手踏まずに体重を乗せとくこと、これを意識して20回いきます。せーの、戻り早く油断すると後ろに倒れそうなので気をつけてくださいね。いけそうだったらちょっとずつ深く沈んでみてください。はい、いいですね。慣れてきたら戻りのスピード上げていきましょう。バネだと思ってバネ縮めてビヨーンと伸びる、縮めてビヨーンって感じです。キューはい、OK で、ウォーキングする。で、またちょっと立ったらジャンプしてウォーキングする、スクワットやってウォーキングするみたいなのを繰り返してるとランニングしても大丈夫な体が出来上がってくるという。もう2種目あります。今のは、着地の衝撃に強い体を作りましょうというのが今の2種目です。ジャンプとスクワット。次の2種目は、足を前後に振るのは楽だけど上下に動かすのはここがきついっていうのをやりましたよね。
でここの筋肉、腸腰筋という筋肉がこの足の根元にあって、足を上に上げるための筋肉です。この筋肉めちゃくちゃ大事で、腸腰筋って使ってないんですよ普段。足をこうやって上げる機会ってあんまないんですよね。頭の中でイメージして、最近足高く上げたなって、一番高く上げたなっていうのは何かなって想像して、なんとなくなんか思い浮かぶものありますか？さっき階段登ってきたじゃないですか。でもあの階段ってあそこそんな高くないんですよ。このスマホ1個分ぐらいじゃないですかね。これそんな上げてないので地下鉄上がってくるの結構大変じゃないですか。おそらく皆さんの生活の中で足を一番上げてる時ってお風呂に入る時だと思うんですよ。バスタブまたぐ時ぐらい、あれが多分最大で、それ以外であんま足を上げてることってないと思うんですよ。玄関開けたらハードルがあるとかって人いないですよね。ないと思うんですけど、だから全然使ってないんです、この腸腰筋。使ってないから、さっきちょっと足を上げるだけにきつかったんです。ちょっと走ろうと思ったら、多分100回以上足を上げないといけないですよね、絶対走るってなると。だからこの腸腰筋を鍛えておくというのも、ランニングをやる準備の大事な練習になります。ということで、腸腰筋を鍛える2つのトレーニングをやっていきます。まず1つ目が、その場で足踏みをします。できればここの角度、これが90度よりも狭くなっててほしいです。できれば90度よりも狭くなっててください。インチキのやり方をお伝えしておきます。先に体が前に近づけばインチキができるので、これ気をつけてくださいね。やらないようにしてください。30秒間その場でこうやって足をこうやって上げ続けてください。大体これ冬のレッスンだと1分間なんですけど、ちょっと暑いんで30秒のちょっと 50% オフにしておきますので、リズムは皆さん の好きなリズムでやってください。結構速いリズムでやると気をつけてくださいね。よいスタート。そう、あ、いいですね。できれば90度よりも狭くしてくださいね。結構上がってますよ、いい感じですよ。あと5秒。はい、OK です。これきついんですよ。基本的にはいつも走ってるんですけど、怪我して走れない時とかはこれ壁に手をついて、これ1時間とかやります。走らないと何が落ちるかっていうと、この足を上に上げるこの筋力めちゃくちゃ落ちちゃうんですよ。だから怪我して走れない時でも足を上げるこの動作だけはやるようにして、すると走り出した時すごく足が上がるので楽なんですよね。これをウォーキングの中に入れ込むことで、足を上げる筋肉が、ウォーキングのうちに育って走った時にも楽だと思うので、これぜひやってみてください。おすすめは CM の時間、 CM が終わるまでやるみたいな、1分とか、なんか長い時は結構2分とか CM 引っ張る時あるので、そういう時はもう CM が終わるまでというルールで、とにかく頑張って同じ。これがまず1つ目です。腸腰筋を鍛えるトレーニングです。もう1つあります。今の腸腰筋を鍛えるというトレーニングに、走る時の正しい感覚の要素を入れたトレーニング、その場ジョギングです。その場ジョギングを30秒間やりましょう。走る時の正しい感覚を取り入れたというのが結構大事で、走る時に足を上下にこうやって動かすのが走る動作ですよっていうのを最初にお伝えしたと思うんですけど、じゃあどういう風に具体的に足を上下にするのがランニングの動作かというと、かかとの位置がポイントなんです。かかとがお尻の真下に来るこの位置、ここに足を上げ続けるのがランニングなんです。スピードが上がれば上がるほど、このお尻とかかとの距離が近くなります。だからゆっくり走ってる時はそんなに上がらなくても大丈夫です。ただお尻の真下に来る軌道、この地面についている方の足のラインにかかとが沿っていく感じです。走る時にとにかくこの位置に足を上げ続けなきゃいけない。これがウォーキング走りみたいになると、ここじゃなくてこういっちゃいますよね。でもこれかかとの軌道が違うんですよ。だから走る時の軌道は、お尻の真下に、お尻の真下に、お尻の真下にというのが走る時の正しいポジションです。上半身が前に行く力、高い位置から何かを覗き込むポジションで上半身が取れてて、かかとがお尻の真下にっていうのが取れてればかっこよく走れるんです。ここを押さえとけば綺麗に走れるので、今からやるその場ジョギング、かかとの位置を大事にするとすごく大事なので、1分やってみますか。では行きます。よーい、スタート。かかとの位置チェックしてきますね。いいっすね。あ、OK です。上手にできてます。まだ今20秒しかなってないですからね。だんだん疲れてくると、かかとの位置がお尻の真下に来ない位置に来てしまうので気をつけてくださいね。あと20秒です。
前に進んでますね。あと15秒です。何か教えてくださいって言ったらこれやってくださいって言います。例えば今1分間きつかったじゃないですか。これを例えば40秒間かける3セットみたいな、外出なくたって家の中でもできるじゃないですか。なんか下響かないよう下引けばできるので、こういうのをやって、今暑いんで、暑いし日焼けしたくないから外走りたくないからって言って、暑い時期は今の室内でやって、涼しくなってから走り出したら結構走れると思います。それぐらい今のトレーニングすごくいいトレーニングになるので、ぜひやってみてください。ということで、ここまでの話をまとめると、ウォーキングとランニングの違いがあります。ウォーキングの中には、ランニングでやってはいけない動作がたくさんあります。要は体が後傾しているとか、足を前後に振ってしまうとか。だから、ウォーキングの延長線上にランニングはないです。もし、ウォーキングの先にランニングを考えているとしたら、今のうちから、そのやっているウォーキングを、ランニング寄りのウォーキングにしておきましょう。そのためには姿勢が大事です。高い位置から何かを覗き込むようなポジション、少しだけ体が前に行くようなポジションで歩きましょう。足の動かし方は末端を動かすんじゃなくて根元を動かす意識で歩きましょう。この2点意識するだけでウォーキングにぐーっと近づきます。それだけだとランニングの感覚は身につくけど、ランニングで必要な筋肉はあんまり育たないので、ランニングに必要な筋肉を育てる筋トレをそのウォーキングの中に入れ込んでください。その筋トレが4種目あります。スクワット、ジャンプ、その場足上げ、その場ジョギング。この4種目です。例えば30分私は歩いてますという方がいたとしたら、3分歩いて今の4種目のトレーニングやる、3分歩いて今の4種目やるみたいな感じを何回か繰り返して30分過ごすみたいにした方がよっぽどいいトレーニングになると思います。最後に、まずじゃあここでジャンプ5回やって銅像まで歩く、銅像の前でスクワット15回、でまた戻ってくる、ここでその場足踏み、これ20回でしょうかな、これ20回、銅像まで行く、その場ジョギング30回、で戻ってくる、これ1セットやって今日終了です。じゃあまずジャンプ5回で、歩くときは松潤ウォークでいきますかね。いきます。ジャンプ5回します。皆さんそれぞれジャンプで大丈夫です。いきます。せーの、5回、1、2、3、4、5、 OK です。じゃあ歩きましょう。ランニングに近づけたことしてますので、いい感じ、いい感じです。足根元から動かすの忘れないですかね。末端振り出すような動きじゃなくて、股関節からしっかり動かしましょう。いい感じです。綺麗です。よいしょ、よいしょ。そうそう、高い位置から覗き込む、身長10センチアップしたぐらいの意識を持ってくださいね。なんか頭の上をなんかこうやって引っ張られてるぐらいの感じでいいですからね。お、銅像近づいてきました。なんか結構つま先で歩いちゃう感じ。あ、いいと思います、はい。慣れてきたらだんだんもうちょっと多分足首の力抜けてくると思うので、最初はいいと思います。はい、ここでスクワット、15回。皆さんそれぞれのカウントでいきましょうか。15回終わったらまた綺麗なウォーキングで向こう行きます。森田さん、よし、じゃあ綺麗なウォーキングで、慌てずに大丈夫です。自分のペースで行きましょう。いい感じです。身長プラス10センチのイメージですよ。気持ち体前にポジションを取る感じですね。その場足踏み、足上げてるんですかね。20回。これいいところです。できれば90度よりも縮めて。20回終わったらまた歩いて、今度向こうに行ったらその場ジョギングですね。かかとの位置を大事にするその場ジョギングです。よし、はい、しっかり根元から股関節から足を動かすイメージですね。
末端はできるだけ力抜いちゃってください。根元から根元から。この場所ジョギングは30歩、1,2,3,4という感じで30歩いきましょう。ちゃんとかかとがお尻の真下に来る位置に足を上げ続けてください。じゃ帰りのウォーキングは半分からちょっと軽くジョギングに切り替えてみましょう。途中からその上半身の位置キープしたまま、根元から足を動かす意識持ったままジョギングで戻りましょう。リラックスして、そうです、いい感じです。よいしょ。よし、これです。うん、いい感じです。ではまとめます。おそらく今日のこの話を聞く前にやっていた、ウォーキング、やろうとしていたウォーキング、染みついていたウォーキングをどんなに繰り返してもランニングには近づかないんじゃないのかなというイメージができたと思います。今やったトレーニングを、今日なんですか、慣れないことやったので、その疲労感あるかなと思うんですけど、これに慣れてきたらなんとなくランニングできそうだなっていう、なんかちょっとランニングが近づいた感じが少しあるかなと思うんですけど、本当にこれをしっかり、2ヶ月でもやれば結構いい体できると思うので、暑い中結構トレーニングすると大変かもしれないですけど、こういう日陰とかうまく使って最初頑張る必要ないので、ちょっと物足りないなぐらいを繰り返してても十分体育っていくので、とにかくコツコツと続けていける行くことが大事なので、ちょっとずつちょっとずつ今日やった、4つの種目プラスランニングに寄せたウォーキング、ぜひ続けてやってみてください。